キンボファイさんが自社開発したイヤホンになってますね。キンボファイと書かれてますね。キンボファイさんのロゴってこういうロゴなんだな。はい、あ、ケース付きなんですね。はい、イヤーピースですね。さっきのとは別のタイプのイヤーピースですね。はい、こんな感じのデザインになってますね。なんかすごい変わったデザインですね。で、ケーブルは MMCX になっています。マイク付きになっていて通話も可能になって、で、ストレートのプラグになっています。はい、どうも皆さんこんにちは、ラママです。ということですね、今回ご紹介しますのはこちら、 KBF の F60 をご紹介します。こちらのイヤホンはですね、 Amazon でイヤホンの販売を行っているキンボファイさんからご提供いただきました。本当にありがとうございます。この KBF の F60 はですね、キンボファイさんの自社開発のイヤホンになります。だから KBF はですね、キンボファイの略になります。で、このイヤホンの特徴がですね、ドライバー構成が3つのダイナミックドライバーで構成されています。ドライバーというのはですね、スピーカーのようなものなんですけども、このドライバーの中にある振動板が振動することで音が出るんですけども、そのドライバーが3つも搭載されているイヤホンになります。通常安いイヤホンだと1つ搭載がまあ普通なんですけども、値段は2700円になっているので、この値段でまあ3つ搭載っていうのはすごいんじゃないかなと思います。ケーブルの端子はですね、 MMCX を採用してまして、リケーブルにも対応しています。はい、ということですね、エイジングはですね、以前ご紹介しました動画のアプリでですね、100時間行いました。いつも通りですね、いいなと思ったところと微妙だなと思ってしまったところを述べていきたいと思います。まずいいなと思うところなんですけども、音がですね、バランスのいい柔らかめの音になっています。低音強めの音なんじゃないのかなと思ったんですけども、意外とバランス良くてですね、それでいて柔らかめのウォームな音になっています。なので疲れにくいのもいいなと思います。あと、シュワガ系ですね、こう耳にこうかけるタイプのやつと、普通にそのまま耳に刺すタイプ、両方使えるようになっているので、ここもいいなと思います。やっぱりこう、手話掛けするのが好きじゃない方っていうのもね、いらっしゃるので、両方に対応してるっていうのはいいかなと思います。あと、2700円なんですけども、MMCX 端子採用なのもいいかなと思います。やっぱり MMCX の方がまあ曲線とかも気にしなくていいし、扱いやすくていいんじゃないかなと思います。続いて微妙だなと思ってしまったところなんですけども、これは微妙なところっていうわけではないんですけども、音は柔らかめのウォームな音になっているので、例えばこう KZ の ZS6 みたいなキレのある音が好きな方にはちょっとおすすめしにくいかなというふうに思いました。まあ、ここは好みの部分なんですけども、多分 KZ の ZS6 が好きな方にはあんまり好まれない音かなと思います。あとはデザインですね。これはまあ好みが分かれる部分かとは思うんですけども、僕はちょっとダサいかなというふうに感じました。まあ、面白いデザインだなとは思うんですけども、こうツイッターだとこう電電太鼓に似てると、電電太鼓イヤホンなんていうふうに言われてて、結構気に入っている方もいらっしゃるようなので、やっぱりここは好みの部分かなと思うんですけども、一応まあ面白いデザインだなとは思うんですけども、ただ僕はあんまり好みではないなというふうな感じですね。はい、ということですね、 KBF の F60 のご紹介でした。音もですね、柔らかめのウォームな感じなので、ジャズとかを聴いたりとか、やっぱりこうゆったり聴くのにいいかなというふうに思います。音がこもっている感じもないですし、いつもこう ZS6 みたいなね、キレのある音のイヤホンを使っている方は、こういうイヤホンを使うのも新しくていいんじゃないかなっていうふうに思います。ただもうウォーム系のね、こういう感じのイヤホンを持っている方でしたら、特別買わなくてもいいんじゃないかなっていうふうには感じました。音はですね、そんなに特徴ある感じじゃなくて、本当にいい感じのウォーム系のイヤホンで聞きやすいなというふうには思うし、やっぱりデザインも独特だし、ドライバーの構成もね、面白くっていいなとは思うんですけども、個人的には音に関してはもう普通のこういい感じのウォーム系っていった感じで、あんまりこう強くおすすめできる部分ではないかなというふうに感じました。ということですね、この動画良かったと思う方はグッドボタン、あとチャンネル登録と、下にね、ツイッターのリンク載せておきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラーモンでした。